ジュースジュースの松永リアイと石山さくらです。私たちからは上村さんとの思い出の一曲をエピソードと合わせて披露していきたいと思います。はい、お石は何が一番思い出に残ってますか？はい、私は上村さんとの思い出の曲は銀色のテレペシーなんですけど、テレペシーテレペシーライブで披露する時の立ち位置的に上村さんの真後ろにほぼいて、私始まるんですけど、毎回上村さんのいい香りとすごく素敵なビジュアルを後ろでじーっと見ながら披露するので、すごく楽しくて思い出に残ってます。はい、私松永はですね、なんだっけあ、思い出しました。私はボーダーラインという楽曲なんですけれども、この楽曲のですね、 B メロのこうやってね、こうやってやる振り付けがあるんですけど、内側に向かって、そこがこう加入当初は上村さんとシンメトリーの立ち位置にいて、ここでこうやって毎回手をつないでいたんですよ。そう、こうやって手をつないでいて、でもダンスの先生にちょっと目立ちすぎるからやめてって止められちゃったんですけど、でもその後もこうやってソフトに手をつなぐっていうのをずっと続けていたんですけど、今私そこを飛ばせていただいているので手をつなぐことはなくなっちゃったんですけど、今でもすごく印象深い思い出だなと思います。エモ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 。皆さんの上村さんの思い出の一曲は何ですか？何ですか？以上、ジュースジュースの松永リアイと石山さくらでした。バイビー。バイバーイ。